太もも脂肪筋について密着したいと思います。5年以上前からジムは続けてました。南米寄りのメリハリのあるボディになりたくって。今日はクリニックのナースさんに協力していただきまして、太もも脂肪筋について密着したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、今回ご紹介するのは太もも脂肪筋、結構気になっている方多いと思うんですけども、まずなんで太ももの脂肪筋をしようと思ったのか、そして今不安に思っていることとか、あとはダウンタイムの全てにおいて最初の3日間1週間全部お伝えできればいいと思いますので、ぜひご視聴ください。じゃあまず今回太ももの脂肪筋を結構長い間悩んだと思うんですけど、何でしたいと思ったかまず教えていただきたいんですけど、私は長い間大連肥の脂肪吸引をしたいなと思ってて、なかなか決心がつかなかったんですけれども、先生は月100件以上ぐらい手術をしてて、私も手術についてる看護師なんですけれども、それを見ていくうちに自分もやりたいなっていう気持ちがより高まっていったのと、あと私はよくジムに通っていて、最近1年前ぐらいにパーソナルジムに切り替えたんですけれども、それでもなかなか筋力はアップするけど外張りとか前張りの部分痩せのところがなかなかうまくいかなくって決意しました。そうなんですね、はい、ジムってパーソナルトレーニングは1年、はい、その前って何年ぐらいそのジム通ってたんですか。トータルで言うと5年以上前からジムはなんとなく続けてました。ジムでなんか意識するとこっていうのは上半身と下半身どっちなんですか。私は主に下半身メインにずっとトレーニングしてきました。パーソナルトレーニング切り替えたってことなんですけど、なんかそこは普通のなんか自分でやるトレーニングとなんか違ったりするんですか。1対1のパーソナルジムになるので、私専用のトレーニングメニューにもなりますし、私は下半身が気になってるっていうことでお尻と大腿メインでジムもやってもらってました。特にじゃあこの前張りが気になるってことですか。はい、これってなかなか自分だと落ちづらい。そうですね、私は反り腰っていうこともあって、お客なのでやっぱりどうしても前が張りやすいっていうのはあったんですけど、やっぱそこはこう毎日ローラーをしたりしてもなかなか部分痩せは難しかったです。今お客って言ったんですけど、ここに足閉じていただいた時にもともと隙間ができてるのかなと思うんですね。お客気味の人だと脂肪筋しなくても最初からこの隙間ができてる方がいますので、これはもう体質っていうかその方の骨格の問題だと思うので、脂肪筋するとこの隙間っていうのはもうちょっと広がるのかなって思います。で、お客じゃない人だと、もともとこういう足閉じちゃってる方、骨格がストレートタイプの方とかは脂肪筋してもなかなか間に隙間が出ない人もいますので、これはもう筋肉の問題だったり骨格の問題だったりするので、お客様の骨格の問題っていうふうに思っていただければいいのかなと思います。で、その普通のトレーニングとパーソナルトレーニングで合計5年通って、でもこれなんかなかなか思うように痩せられない、で手術とか見てるうちにやっぱり太ももの脂肪筋やりたいなと思ったってことですかね。はい、でもやっぱり手術するってなるとその不安なことって多いと思うんですけども、今思っている不安とかって何かあります。漠然ともう手術自体がやっぱ不安だなっていう風な気持ちはあるんですけど、やっぱずっと手術について見てきてて、手術中の痛みがやっぱ不安だ気持ちはあるんですけど、手術中痛くて起きちゃうお客様ってほとんどいないですし、目覚めちゃう方もほとんどいないので、本当の気持ちとしては痛くないっていうのは分かってるんですけど、やっぱ自分がやる身からするとちょっとやっぱ怖いなっていう気持ちがあります。そうですね、まあ、普段その見ててスムーズに大体手術って運んでると思うんですけど、だけどやっぱ自分がやると本当に不安だと思うんですよね。ダウンタイムのこととかはあんま不安じゃないですか。なんか終わっちゃえばやっぱり楽しみ、やっぱ自分1、2ヶ月先のこと考えると自分が変われるっていう楽しみがあるので、終わっちゃえば不安は全くないです。今回この手術をする時期っていうのは今ちょうど12月なんですけど、なんでこの時期にしたとか何か理由とかあります。本当は7月8月ぐらいにこの私のやりたい気持ちのピークが本当は来てたんですけど、夏なのでこう圧迫着を2週間ぐらい履かなきゃいけなくって、そうするとやっぱどうしても暑いので、冬の方がそれを履いた時にその上から洋服を着れたりするので、今の時期がいいかなと思って今日にしました。はい、ありがとうございます。12月とか11月寒くなってくる時期に太ももの脂肪筋をやる方が本当に多いと思うんですけども、ただやっぱり夏7月8月でもある程度休みを取って対応お客様が多いので、特にこの時期じゃないとできないとかそういったことはないんですけども、ただその人数の割合としては増える時期の方が人気ってことがあると思うので、時期はご自身で一番いいタイミングでいいと思いますので、増えじゃないといけないとかそういったことは特にないのかなと思います。
で、パーソナルトレーニングでなかなか理想の体にならない、柔軟性は難しいってさっき言ってたと思うんですけど、逆にどんな体になりたいとか、脂肪検定デザインすることができるんですけど、どのような体になりたいとか、何かそのイメージとかあって教えていただきたいんですけど、何かあります？私は南米寄りのなんかこうメリハリのあるボディになりたくって、どっちかっていうと下半身が大きくても私は魅力的だなと思うので、下半身に力を入れています。メリハリあるボディになっていきたいところですかね。はい、はい、ありがとうございます。いろんなリクエストあると思うんですけども、本当極限までカリカリにしたいとか、メリハリボディのラインを残しつつしっかり細くしたいとか、いろんなリクエストあると思いますので、写真を持ってきていただいてもいいので、何かリクエストがあればお伝えしていただければ、イメージを共有することはできると思いますので、よろしくお願いいたします。そしたらまだ今ちょっと緊張してみたいですので、この後デザインして脂肪系の手術の方に移っていきたいと思います。またこの後の別の動画でも、その手術状況だったり、ダウンタイムの経過をお伝えできればと思いますので、そちらの動画も楽しみにしてください。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録といいねボタンを押してお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたら、コメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。切り方されたくないですよね。かなり取れてます。